今回は第6回の続きです。マスコミによる捏造の手口を原田さんに語っていただきます。ノー編集でお届けしますので、お見苦しい点はどうぞお許しください。この写真っていつの写真みたいなものが、ね、記事に出たりするんですよ、はい、やるね、記者カメラマンっていうのはやっぱり撮りだめしてライブラリー持ってるんですよ。私のいろんな顔を撮りだめしてて、はい、昔の映像から引っ張り出してきて昨日起こったように使うんですね。その事件とは関係ない、うん、関係ない関係ないものを引っ張り出してきて、さもその時に、さもその時に、その時のように。怖い。ありました、そんなの。ありますあります、しょっちゅうありますよ。はあ、うん、あの悪口記事を書かれる時ってあるじゃないですか、はい、その時は私の自分でも見たくないような私の顔つきっていうのが昔のやつが出てきたりそんなのある。いやー大変、そのサラダ賞味期限切れの時はね、もう一つエピソード思い出しました。それは2007年の出来事でしょ。その20年前に渋谷で洪水があったんですよ。洪水あったらしいです。その時に渋谷のセンター街にある店も水浸しになった、うん、その時に洪水ですからネズミが出てくるんですね、はい、でネズミがカウンターの上を歩いてるっていう時の写真をある写真週刊誌がライブラリーで持ってて、その写真をサラダ賞味期限切れの記事の時に出してるんです。じゃあサモマクドナルドでサモマクドナルドは衛生管理ができてないぞっていうような印象を与えるために、説明も何にもないです。カウンターの上にネズミの写真が出てる。すごい。で調べた、20年前の洪水の時の写真というのもありました。そういえばさ、マクドナルドにネズミがいるって噂が立った時ない？それは知らんかったです、うん、多分そんなね、そんなのは見た人がそんなこと言うんだよ。すごいね、気をつけて。それこの話もこれで終わりでいいんですけど、ただこれそれの危機管理はどうしたらいいですかね。水飲むな、水飲むな。もうでもね、昔の写真撮ら出されてももうしょうがないですね、うん、だけどさ、そのネズミの写真っていうのはマックなんだ、やっぱり洪水が、マクドナルドのお店にネズミが洪水で出たって、それだけの、その時に洪水でネズミが出た、これだけで別にマクドナルドの批判の記事じゃなかったんですよ、うん、20年前は、はいはい、その時の写真がそのままそこに出るわけだ。たもマクドナルドの、ね、職員衛生感じがなっとらんみたいな印象付けるための映像でしょ、うん、まあ、ね、そういうこともありました。すごいですね。でもそれは防ぎようがないですね。昔のやつ使うな、いつもニコ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 しちゃいけないようなシーンにニコニコ写真撮られたり逆のパターンだってあるから。分かった、原さんがいつも怖い顔してるのは、だからニコニコって写真のっけられちゃうと困るから。そりゃそうでしょ。いやいや、分かりました、ありがとうございます。次回はどういう店長がいい店長なのか原田さんに伺いました。